皆様こんにちは。絵画こと買取プロ金子でございます。今日のお願いはですね、ぜひこの平山郁夫先生について、ご紹介をお願いしたい、買取をさせていただきたいというお願いでございます。まあ、平山先生と言いますと、あの仏教伝来の大きなテーマとしてですね、数々の仏教の関するモチーフを描かれてまいりました。まあ、あの日本のお寺のこういった夜桜の景色ですとか、あるいはまあ法隆寺の五重塔ですとか、まあいろんな図柄描かれてきたわけですけども、中でもあのシルクロード、仏教伝来の旅人とですね、ラクダを描いたこのシルクロードシリーズというのは大変まあ今でも人気がございます。こういった平山さん先生の作品でですね、仏教伝来関係のお作品お持ちでしたら、ぜひ私どもまで、お問い合わせいただきたいと思います。東京銀座、そこから、最寄りのところまで出張査定も行っておりますので、絵画骨董買取プロまで、ぜひご連絡をお待ちしております。こちらの QR コードからですと簡単に、LINE にアクセスすることができますので、携帯電話をご活用いただいて、画像を送りいただければですね、担当者からすぐ無料でご連絡させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。お待ち申し上げております。